スビスリ橋ビルバオ市街地における一スビスリ橋は、スペインバスク自治州、ビスカヤ県ビルバオにあるタイドアーチ橋。歩行者専用橋である。市街地を流れるネルビオン川に架か,かっており、右岸のカンポボランティン地区と佐賀のウリビタルテ地区を結んでいる。設計は、スペイン人建築家のサンティアゴカラトラは、スビスリとは、バスク語で、白い橋のい。カンポボランティン橋とも、 1990年に建設を開始し、1997年に開通した。2006年、ビルバオ市は、スビスリ橋から、磯崎宛屋に向かう新しい歩道の建設を、承認した。この歩道の建設によってスビスリ橋の手すりの一部が、除去されたため、2007年、カラトラバは、知的財産権を侵害しているとして、ビルバオ市を訴えた。 ビルバオ市長のイニャキアスクナと仲間の議員は、橋の所有者の権利は設計者の権利に優先されると主張し、滑りやすく転倒しやすい構造のために、割れたガラス製タイルの交換費用がかさんでいることを付け加えた。法律家や地元の建築家は、市長を支持し、すびすり橋の部分改修は、カラトラワの権利を侵害しないとの立場を取った。2007年11月、 裁判所は著作者の人格権への侵害こそ認めたが、ビルバオ氏の権利を支持し、磯崎宛テアの歩道との接続を維持する判決を下した。この判決を不服としてカラトラバは上訴し、2009年3月、高等裁判所は、損害賠償としてビルバオ氏に3万ユーロを命じる判決を下した。夜間のすびすりバシバシの上、ガラスのタイルが引かれている下側から見た。 橋頭上のアーチから鉄製のケーブルで支えられる湾曲した通路で構成されている。橋は白く塗られており、床材として半透明のガラス製タイルが使用されている。両岸にはスロープと階段が設置されている。右岸にあるホテルから左岸にあるビルバオグッケンハイム美術館に行くための便利なルートである。ビルバオトラムのウルビタルテ停留所が最寄り駅である。 地元住民からは、非実用的な橋であるとの批判を受けている。床材にガラス製タイルを使用しており、常に湿度が高く、天日の多いビルバオでは歩行中に滑りやすいためである。当初のデザインでは、ネルビオン川下岩のウリビタルテ地区の貸しのドックと結ばれており、やや高い位置にあるアラメダ通りとは接続していなかった。ビルバオ市は一時的に、 スビスリ橋とマサレド通りを歩道で繋いだが、カラトラワの抗議によって歩道は取り除かれた。開通以来、新しいビルバオのシンボルや観光スポットとして称賛されている。建築家のアレグザンダー・ツオニスは、湾曲形状の橋の知性、活力、独創性は、平凡さや都市環境の減退への挑戦であり、希望のメッセージとより良い状況のイメージへの招待状であると書いている。 しかし、他の専門家は、ソニスより曖昧な評価に留まっており、エンジニアのマシュー・ウェルズは、残念だが、片持ち兄弟の上の軽量鉄骨構造のバランスに、無理があり、彫刻のおもちゃのようだ。さらに、橋と地面との接続部も落ち着かないと述べている。ありがとうございます。